皆さんこんにちは、エンジニアチャンネル小川です。本日はプログラミング教材の選び方について解説をします。教材の選び方については、とても質問が多いテーマなので、教材の選び方で悩んでいる方はぜひ最後までご覧ください。それでは早速プログラミングの学習教材の選び方について解説をしていきます。まず結論をお伝えします。プログラミング教材は複数の教材を使いましょう。そして何より重要なことは、おすすめされた教材で学習するのはやめましょう。なぜおすすめされた教材で学習してはいけないかというと、おすすめされているからといって自分が理解できるとは限らないからです。当たり前に感じるかもしれませんが、多くの未経験経験者の方はおすすめされた教材を学習して挫折してしまう方が多いです。僕もプログラミングを学び始めた当初はおすすめされた教材だけで学習した結果、挫折した経験があります。ではどうすればいいか。答えは簡単です。自分が理解できる教材を自分で探しましょう。とはいえ、自分が理解できる教材を見つけるのは難しいと思います。そんな方はこれからお伝えする教材の見つけ方をぜひ参考にしてください。それでは自分が理解できる教材の見つけ方を丁寧に解説していきます。理解できる教材を探せるようになるためには、理解できるとはどういう状況なのかを知る必要があります。理解には段階があると思います。第一段階、自分が何が分からないのかが分からない状態。第二段階、分からないことが何なのかを知っている状態。第三段階、分からないことを分かりやすく説明してもらえれば理解できる状態。第4段階、分かりづらい説明でも自分で読み解ける状態。第5段階、情報を実践で使える状態。まずは自分がどの段階にいるのかを考えてみましょう。多くの未経験の方は第1段階にいるのではないでしょうか。まずは第1段階から第3段階までステップアップさせていくことを目指しましょう。まずは自分が分からないことが何なのかを知ることから始めます。ここで重要になるのは全体像を知ることです。例えばウェブサイトを作ることを考えてみましょう。まずはウェブサイトを作るために必要な要素を調べてみます。開発言語、通信、セキュリティ、サーバー、コード管理などなど必要な要素が多くあることがわかると思います。まずこれらの登場人物を洗い出し、それぞれがどういう関係性なのかを書き出すことを目標にしてください。例えばウェブサイトなら、ボタンを押して画面の表示が切り替わるまでに裏側で行われている処理の流れを整理してみましょう。これをやることによって自分が何を知っていて何を知らないのかを明確にすることができます。最初は全然書くことができなかったり不安になることも多いと思います。ここでの目標はあくまでも自分が何が分からなくて何が分かっているのかを明確にすることなので、不安な状態は正しい状態なので安心してください。クローズを書いてみて、分からないところ、不安な箇所はメモをしてストックしておきましょう。分からないことが何かが明確になれば第一段階はクリアです。次の段階に進みましょう。分からないことが何か分かったら、分かりやすい説明であれば理解できる状態になるための教材選びを進めていきましょう。まず何をしなければいけないかというと、先ほどのメモに書かれている分からないこと、不安なことを一つ一つリサーチしてクローズの完成を目指しましょう。このリサーチのコツは、誰かのおすすめ教材から探すのではなく、自分の目で見て理解できそうな教材や情報を探すことが重要です。具体的な方法を紹介します。オンラインで探す場合には Google の画像検索や動画教材がおすすめです。文章だけではなかなか理解できないこともイメージや音声であれば理解できる可能性が上がります。本を探す場合には中身を確認せずに買うのではなく、自分が理解できそうな内容なのかを自分の目で見て確認してから購入しましょう。自分が理解できるレベルは自分しか分かりません。おすすめの教材をただ買うのではなく、自分が何を知りたいのか、何があれば分かりそうなのかを思考を止めずに主体的に考え、情報を取捨選択していきましょう。またこのように教材を選んでいくことによって、実は相談、質問の精度を上げることができます。僕は会社の後輩や生徒さんたちから質問を多く受けるのですが、その質問の多くは何が分からないのか分からない状態で質問しているケースがとても多いです。その状態では有効な回答を得ることはできません。何が分かっていて何が分かっていないのかを理解していれば、相談、質問はよりスムーズに行うことができるようになります。とはいえ、主体的な教材選びをしっかり行ってもなお分からないこと、しっくりこないことはあると思います。それらを解決していくためには実践していくことが必要です。もちろん実践の中でいろいろなエラーや不安点に当たると思います。実践中に発生するエラーや不安点を解消していく方法は、実はいろいろな仕事で共通する解決方法があります。その方法については別の動画で解説していくので楽しみにしていってください。最初の時って教材どうやって選んでました？教材はね、うん、なんか俺は選ぶっていうよりも、うん、なんかその分野のやつ何冊か買って、うんうんうん、なんか全部見てみて、これだったらできそうだなみたいな。あ、なるほどね。じゃあまあ結構やっぱ自分の中でバーッと見ていって、まあ、調べて、うんうん、あ、じゃあまずこの辺からいこうかなっていうのを選択していったみたいな。そうだね。未経験だ時とか、うん、
か、うん、質問の仕方がわからんみたいな話ってあったじゃないですか、うんうんうん、ありますね。で、うん、あの質問しててもあれなんか自分が何を質問してるのかがよくわからなくなってくるみたいな状態って結構あるじゃないですか。はいはいはい。でなんかそれをこうどう、うん、あの解消していければ、うん、結構自分でいろんなものが解消できていけるんじゃないかなって思うんですよ。ああそうだね。質問ができるようになればね。いや確かに確かに確かに。だってネットでもさ質問できるサービスもあるし、うんまあ、俺がこうやって教えるようなことやってたりするのも、うんまあ、質問ができるから、うんまあ、あのいいよねっていう話。ああはいはいはい、はい、確かに確かに。質問もそうだしさ、まあ、ググり方もそうだもん ね。どういうキーワードでググれば答えが返ってくるかっていうのも多分質問の仕方と一緒だと思うんだけど、うん、そうだね、うん、なんかどっかのタイミングで確かにそれできるようになったよね。なるんだよね。なんだろうね。一番最初にやってたのは、うん、例えばエラー詰まっちゃいました、うん、ってなったら結構こう順序立ててやってきたことを全部一回メモってみたんだよね、はいはい、あなるほど。で、うん、やってきたところのどこまでが分かってて、うん、どこまでが分かんなくなってんのかっていう道筋をこう整理できるようにしてた、はい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 、見えるようにしてたら、あなるほど、うん、あのしてたんすよ、うんうん、でそのノートを持って先輩に質問しに行ったら、あここまではやってたのねっていうのが分かるから、あじゃあここから教えてあげればいいんだねってことを切り分けが相手に伝えられるようになったなと思って、はい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 、なるほどね。最初ってバーって言葉で質問しようとすると、うんうん、あのわけわかんなくなっちゃうんだよね、うん、途中で確かに確かに、なんかエラーになって、うん、ログは見ててみたいな、うん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 、でももっとこう解像度を上げて何を見ていてどのエラーが出ててどこまでやって何を調べててどの参考文献まで見てて、はいはい、結果どこが分かってないのかっていうのを知ってる人に見せてあげれば、はい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 、ここねみたいな、あそれめっちゃいいかもね。そう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 、確かにそれめっちゃいいかもしれない。でこれが実はなんかその今度違う動画でまた解説しようとした内容なんだけど、うん、そのこれって別にプログラミングに限らないなと思ってて、うん、なんかどんな仕事でも質問がうまく最初にできないっていうのあるじゃん、何が分からないことが分からないから、うん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 、だからまず道筋とかをこうちゃんと順序立てて整理してあげて、うん、でそれを聞くっていう、うんうんうん、でそうすればここだねってまあ難しいことってあれば教えてくれると思うんだよね。なるほどなるほど。確かに何か結構さ、その質問で言うと何か質問ってさ、まあ、結構相手の時間を取ることであるから、ねうん、やっぱその相手がさできるだけ低い能力で答えれる質問がいい質問だなと思うんだけど、うんうんそうだね、その点においてそのなんかノートにここまでは切り分けてて、ここまで調べてて、こういう調べ方して何がしたってみたいなのを全部まとまってたら多分。あの回答する側は短時間で答えれると思うから、 そうだね、その方すごくいいなと思う。そうだね。だから自分が今日この動画で伝えたかったのはさ、うん、まあ教材っていうとどうしても本とかネットの情報とかを想像しちゃうんだけど、うんうん、人に聞くっていうのも、まあ、ある意味教材じゃない、うん、そうだね、うん、あのなのでその選ぶっていう時に、うん、その誰が知ってそうかどこに乗ってそうかみたいなのもあるんだけど、どうやってやったら情報を引き出せそうかみたいな、うん、ググり方どうしたらいいんだろう、聞き方どうしたらいいんだろうみたいなのを、うん、やっぱりこうただ漫然とねおすすめされてる教材を勉強してるだけではなかなか上達しないから、うん、しないから、じゃあ、ちゃんと自分でやってきたこととかをメモりながらどこまで理解してるのかっていう、さっきの理解の段階をこうね、はいはい、あの見えるようにしていけば、うん、まあいいんじゃないかなうん、感じっすかね。そうだね。はい、いかがだったでしょうか。本日は、学習教材の選び方について解説させていただきました。ジニエチャンネルでは今後も情報を発信していきますので、この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。